女まずいもん食えねえわ。残そうっと。お客様、注文された料理は残さず食べていただかないと。そうよ、坊や。あ、俺の口に合わねえつってんだろうがよ。偏食デブなめんなよ。食べ放題で残しまくるデブにヤクザが取った行動とは。俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の若頭だ。今回うちの経営する店で試験的に焼肉の食べ放題を始めた。今日はその様子を見に来ている。今のところ客足は上々だな。轟有ヶ谷。こいつの名前は有ヶ谷由紀、丸坊の所属でいつも俺を追いかけ回してくる女刑事だ。今日は一体何の用だ。逮捕されるようなことは何もしてねえぞ。轟の店で焼肉の食べ放題を始めたという話を聞いたわ。おう、始めたが。ヤクザの経営する焼肉屋では賞味期限の切れた肉や質の悪い処分品を大量購入して加工処理しているという話を聞いたことがある。そうやって消費期限を伸ばしているのね。土蜘蛛が食べ放題を始めたのもそんな理由からでしょう。はぁ、イチャモンつけるんじゃねえ。うちはそんなことしてねえよ。ヤクザの言うことなんて信用できないわ。市場に出回らない内臓などの一部の肉はヤクザが買い付けているという話だって。くそ、こいつはいつもいつも難癖つけやがって。すっげえ。食べ放題を始めただけで有ヶ谷に会えるなんて今日はなんてラッキーなんだ。いつもながら美しい鋭い目つき。ああ、もういっそのことお前を食べ。おー、焼肉のいい匂いがプンプンするぜ。坊や、待って。ああ、ババ早くしろよ。肉なくなっちまうだろうが。ほら店が混んできた。話なら今度ゆっくり聞くから今日は帰ってくれ。ちょっと。ふう、危ねえ。危うく理性を失うところだったぜ。おい、案内まだかよ。はい、ただいま。この店の肉全部食い尽くしてやるから覚悟しとけよ。バイキングデブ、こちらのお席どうぞ。くぅ、焼肉久しぶりだから興奮してきたぜ。デブの血が騒ぐってやつだな。坊や、もういい年なんだから無理してたくさん食べなくてもいいのよ。ああ、何言ってんだよ。食べ放題なんだから食べまくらねえと意味ねえだろ。ったく、これだから素人は困るぜ。うん、そうは言ってもね、食べ過ぎてお腹壊したりしたら大変だし。うるせえな、口答えするとハローワーク言ってやんねえぞ。それは困ったね。おい。はい、ご注文でしょうか。とりあえずこの肉のご種盛り10人前持ってこい。10人前ってそんなに食べられるのかい。お母さん食べてあげられないよ。10人前となるとかなりの量になりますが。そうだよ、あんまりお店の人を困らせないでおくれ。ああ、うるせえな、早く持ってこいよ。かしこまりました。10人前くらい余裕に決まってんだろ。デブなめんなよ。うひょー、来たぜ来たぜ、全部焼いてやろうっと。あそこのテーブルすげえ煙だな。あいつ燻製になっちまうんじゃねえか。こんなに食べられるのかい。これが食えなきゃデブの名が廃るってもんだぜ。いただきます。どうしたんだい坊や、喉に詰まらせたのかい。なんかゴムみたいな味がする。ゴム。おい、この店どうなってんだ。はい、いかがいたしましたか。いかがいたしましたじゃねえよ。この店は客にゴム食わせんのか。ゴムなど入っていないはずですが。入ってんだよ。これだよ、これ、これがゴムみたいな味すんの。ああ、これはレバーですね。レバー？牛の肝臓でございます。そんな気味の悪いもん出すなよ。坊やは焼肉でカルビとソーセージしか食べてこなかったもんね。こちらご種盛りですので、カルビ、レバー、タン。タンってのはこれか。これも硬くてまずかったな。これは牛さんの舌ベロよ。なんだって、牛さんがかわいそうだろ。他の肉も牛で。この店は変なもんばっかり出すな。もういい、ソーセージだ、ソーセージを食う。持ってこい。お客様、まず注文していただいたものを完食していただかないと。
食えねえっつってんだろ。偏食でもなめんな。ソーセージ20人前持ってこい。20人、先ほどのこともございますし、1人前ずつ頼まれては。客の言うこと聞けねえのかよ。早く持ってこい。あのテーブル騒がしいな。少々お待ちください。トドロキさん、どうしましょう。めんどくせえ客だな。まあいい。レバーは確かに好き嫌いがあるからな。あの盛り合わせが食えなかったとしても、さすがにソーセージなら誰だって食えるだろう。望み通り出してやれ。食えねえ時は俺が対応する。はあ。ソーセージ来たぜ。これこれ、こっからがデブの本領発揮だぜ。おーや、今度はちょっとずつ。うるせえ、デブは頬張ってこそデブなんだよ。いただきまーす。坊や、なんか思ってた味と違う。よく見たら色とか変じゃね。白いのとか病気のソーセージみたいじゃん。そちら高井の高原の高級ソーセージでして。ああ、何余計なもん出してんだよ。俺は普通のソーセージが食べたいんだよ。普通は普通なんですが。あるだろ、こう赤くてタコさんみたいになってるやつとか。坊や、それはいつもママがそう切ってるのよ。ヒーローのシールが入ってるやつとか。それは魚肉ソーセージね。もうええ。ったく、まともなもん出せねえのかよこの店は。他のもん注文する。お客様、ソーセージを完食していただかないと。偏食デブの口に合うもん持ってきてから文句言えよ。すみません、すみません。会計。ああ、結局この店カルビと白米くらいしか食うもんねえな。ま、腹いっぱいになってからそろそろ帰るか。ババ、会計行こうぜ。でも坊や、まだこんなに残って。いいんだよ、行くぞ。お会計10万円になります。10万？え？おかしいだろ。食べ放題3000円、2人で6000円のはずなんだけど。2皿以上の食べ残しは元値で買い取っていただくことになりますので、メニューにもそのように書いてあります。高級ソーセージ1皿2000円20人前、5種盛りは5000円10人前、その他諸々合わせて10万円です。そう、そんな払えるかよ。俺が食えねえもん出す方が悪いだろ。お母さん。はい。この場合は2択です。10万払うか、息子さんに残したものを食べていただくか。食えねえっつってんだろ。バカな息子さんをお持ちでさぞご苦労なさっているんでしょう。おい、聞こえてんぞ。いいんですか、このままでは彼は一生わがままなままです。いかがいたしましょう。店としては彼を教育する準備はできております。やっちゃってください。かしこまりました。おい、やっちゃう、どういう、まさか。ほら、大きいお口開けろよ。いい大人なんだから残さず食べなきゃダメだろ。苦しい。母ちゃん、おんぶして。するわけないだろ。まったく人様に迷惑かけて恥ずかしい。歩いて帰って痩せなさい。そんな。これで少しは懲りただろう。トドロキ！アリガヤ！まだいたのかお前。今とても苦しそうな人が店から出てくるのを見たわ。トドロキが何かしたんでしょう。してねえよ。美味しいソーセージを召し上がっていただいただけだよ。それであんなに苦しむわけないわ。白状しなさい。しつけえ。食べ放題の迷惑な客を追い返しただけだ。そんなに俺と話したいなら焼肉でも食いながらどうだ。食べ放題だぞ。誰と焼肉食べ放題ですって。しまった、本音と建前が逆に。嬉しい、トドロキと焼肉食べ放題なんて。緊張して食べれないわ。違うわよ、緊張とか関係なくヤクザと食事なんてしないわ。誰の心は常に愛でお腹いっぱいの女刑事とヤクザであった。チャンネル登録と高評価してくれたら好き。俺からも頼む。有ヶ谷のためだと思ってな。